あゆキッズ、あゆキッズでも喘息、アトピー、アレルギー、ハゲ。待って、俺何か何持ってる？俺の持ってるものを、持ってるものをちょっと開けて、喘息、アトピー、アレルギー、ハゲ、ブサイク。いや、だって、あ、大丈夫だよな。そんくらいだよな。あ、親指短い、短視症。他大丈夫だよな。他なんもないよな。他なんか悪いことあるか俺。いや、ないはず。ないはず。ないよな。あの、うちの家系視力悪いわ。うわぁ。あ、脇が、そう、脇がなんで俺。音も脇がらしい。あ、あと、水虫ね。うちの家系全員水虫だから。あ、やべえ。あゆキッズ死んじゃう。耐えられるかなこれに。あ、一重だ俺。やべえ、やだやだやだ。おい、なんとかしてくれ。俺先祖何人殺したらこうなるんだよ。10人くらい人殺しても前の2つぐらいで済むだろう。何人殺したんだよ。しかもこれ全部マジなのがすごいよな。持ってるとかじゃなくて、俺喘息今治ったな、ほとんど。でも、割と小学生の時は入院とか、あの、喘息の吸引器あるから、はぁ、みたいな。でもそれはなんか高校ぐらい治ったんですよ、喘息。逆に俺のさ、大阪にいた時の撮影者が、今仕事してるんだけど、仕事が辛すぎて今喘息になったらしい。そいつも今、はぁ、はぁ、はぁって家にあるらしい。喘息がまあ後天性でもあり先天性でもあるということで、ね、皆さん気をつけてください。あと鼻低いわ俺。豚鼻だわ。あ、やべ、増えちゃった。どうしよう、敵が一人増えた。自分の欠点ばっかり見つかってしまう。第二形態。はあ、やっと倒したぞって、多分俺高校の時ぐらいまでに、よし、絶対倒したぞってなって、あれ俺、ハゲてねってなって、あれ俺、ブサイクちゃうかよみたいな。あ、指なんかずっと短いぞって。あれ、目悪いぞ。あれ、脇くせえぞみたいな。だんだん、第二形態出てきたから。あ、運動音痴。確かに、うちの関係全員運動下手なんですよ。逆上がりできないんだ、全員。ちょっと、おい、俺の悪いとこは出していくんじゃねえぞ、お前。おい。いいとこ言えつってんだろ、お前。運動音痴は遺伝するからな。あと、ピロリ菌、そう、うちの家系全員ね、ピロリ菌にやられてるんですよ。ピロリ菌っていう、なんだっけ、イカ腸かなんかで、ね、増殖する菌なんですけど、全員やられた、ピロリ菌に。あ、やっぱ増えていく。どうしよう。ちょっと書いちゃうか。ちょっと ADHD で入ってるんだよ。あ、やべえ。どうしよう。ということで今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。